県山谷上門下営7年8月26日は、古市中国新川郡出身の力士。最高位は大関。知らぬ日田区上門、州の山上成五郎と、天保の三血と並び称された。167センチメートル、115キログラムと伝わる。四大二十山。木曽川、電吉の二十山に見出され、文政十年発同票。最初の試名は、 和二石分蔵。後に、大野松の預かり弟子となる。天保五年正月新入幕、高成績を続け、天保六年十一月には、横綱稲妻を大相撲の末に破って、名を高める。稲妻が、現役の末期とはいえ、一生三分と当たり合った。小結びを八場所と足踏みしたが、天保十一年十月から三場所連続度つかずの、星を残して、 天保13年2月新大関。この時期、11年2月7日目と、大関2場所目の13年10月9日目、白縫いによる2敗を挟んで29連勝を記録している。四込名は、天保14年正月場所より県山。天保9年10月から、徳島藩の抱えとなっており、同国の県山にちなんだもの。郷里の剣岳とは、無関係という。 横綱免許の打診もあったが、力士としては、小兵の体育で、土俵入り姿が様にならないからとこれを誇じ。代わりに、州の山を推薦した。替え5年2月まで11年21場所大関を、務め、数え50歳で引退。二重山を継ぎ弟子の育成に当たったが、2年後に没する。教え後に、黒崎佐吉がおり、黒崎は彼を慕って、 格下入りしたと伝わっている。軽量の技仕方で、特に土俵際の巧みさで名人と歌われた。決まった、得意種を持てば、やがてそれを覚えられ苦戦するようになる。得意を持たずどんな相手にも、自在に対応できるようでなくてはいけない、という信念の持ち主で、名人に、得意なしは、今も格下に金言として残る。ありがとうございます。